はい、こんにちは。熱帯植物栽培科の杉山です。どうぞよろしくお願いします。今回なんですけど、えー、まあ見ていただいたらっかのように、めちゃめちゃたくさんあるでしょ。で、あの、一つを掘り下げていこうと思っているんですよ。で、一つ掘り下げるのも、一個を解説するというか、まあ一種類を深掘りしていくっていうシリーズにしていきたいと思ってるんで、どうぞよろしくお願いします。今回、エアプランツ、その中でも、 一番、まあ、多分エアープランツの中で種類が多いんじゃないかな。もしくはその、園芸品種って言われてるものが多いんじゃないかなと思うもの。何かわかりますかえ、それをいきたいと思います。今回。こちら。イオナンタ。イオナンタは、 100円ショップから買えたり、もう超レアな品種からめちゃめちゃたくさんあるんですよ。めちゃめちゃあるんで、そのイオナンタを一つ一つ紹介していきたいと思います。まずね、こちら。イオナンタって、基本的にはもう、あの、メキシコあたりから、こう、うわーっとガテマラあたりまである。あの、あ、ガテマラだとか。あれ、下どこだったっけなごめん、忘れちゃった。<laughs> <laughs> まあいい。あの、まあそんな感じで、まあ中米あたりにいるよねっていう。で、一番流通量が多いエアープランツって、もうもはや、あの、イオナンタじゃないか。で、イオナンタが流通量が多いとなぜ、ね、なぜ品種が多くなるのって思うかもしれないですけど、うちでも見ていただいたらわかる通り、めちゃめちゃ作ってるんですよ。で、そうするとやっぱり変異って言って突然変異が出てきたり、あとは種で巻いたものだったりすると、やっぱり違いが出るんだよね。だからイオナンタから始まって、イオナンタで終わるみたいなぐらい言われてるの。 がなんでそれを一個一個紹介していきたいと思いますまずこちらイオナンタバーイオナンタって言われてるやつガテマラから来てるやつかなこれねあのー、白っぽいトリコームリンペンっていうんだけど白っぽい毛があるのが特徴でで大きくなるとねこんな感じになりますこんな感じであのー、要はね通常を見ると葉っぱちょっと触るとね硬いんですよ 立場になっているようなイメージで、葉っぱが硬いのが、オナンタ、イオナンタだと思ってください。はい。で、続く、で、だからね、イオナンタ、イオナンタってね、こうやってね、もう、込むもあるよね。で、取りもまだあるよね。でもね、暗く育てちゃうとこうなっちゃう。緑になっちゃう。だから、こんな感じで変わっていくんですよ。 これがイオナンタイオナンタの特徴なんです。で、イオナンタイオナンタは基本的には立場であるみたいな感じでイメージしていただけるといいかなと思います。はい。続きまして。えイオナンタ、ルブラ。ね。ほら。ちょっとさ、さっきのイオナンタイオナンタと比べてみて。横に太っちょだよね。こんな感じ。これがイオナンタルブラ。これもね、かなり流通量が多いので、あの、 えとね、春ぐらいにピンク色だったりっていうのをあのは葉っぱ全体株全体がピンク色に染まってくるで今ねヨナンタヨナンタね実はね冬,冬咲いてたりするんですよで今も咲いたりするんですよこれね結構狂い咲きっていうのがあるんですけど、まあ、あのそこは置いといてでこれ春ぐらいにピンク色になってくるもうちょっとしたら咲いてくるのが、はい、ヨナンタヨナンタ。 あ、じゃあ、イオナンタ・ルブラ。で、続きまして、こちら。イオナンタ・フェーゴ。ね。赤いよね。ね。あの、フェーゴっていうのは、まあ、あの、いろいろあって、あの、マングローブ林から発見されたっていう、まあ、多分そこの子孫から分けられて、とにかく燃え上がるような赤くなるのがイオナンタ・フェーゴ。ね。です。あの、これ、今度、こちら。どんどん紹介していくよ。<laughs> あえー、バンハイ人気インギバンハイ人気。あのー、僕は、えー、まあ、ハワイからの流れでと、バンフン・ズイアイです。ワ <laughs> <ー>お。オ <laughs>。これはねど、あの、有形種、どん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 上に登っていくような茎ができるようなタイプのイオナンタです。はい。で、えー、最後、こちら。イオナンタ、かわいいよね。ギュッとしてて。イオナンタ、えー、 ファシギアータ、フォーマストリクタ。長いで、ピーナッツとかも言われてたりするやつ。ピーナッツ、ピーナッツとかって言われたりする。まあ、小型でギュッと凝縮感になる。で、これが、まあ、あの、一般的に流通してるイオナンタです。ここからが、ちょっと、まあ、探せば売ってるちょ、ちょっと、バーンとお値段上がります。<laughs> バーンとお値段上がる。はい、えー、まずこちら。 えこちらがですね、ワ、えーわイオナンタえ、バリゲアータだったりセレクタって言われてるものなんですけど、どういうものかっていうと、よーく見ると、符が入ってるものがバリゲアータって言われてる。まあ、入りだよね。で、符がなくなっちゃったやつがセレクタって言われてたりします。で、これが、まあ、あのー、今まで見てたイオナンタの、まあ、前のシリーズよりも、 パンとちょっとお値段上がっちゃうものたちですね。はい。でも、まあ、ああのー、特徴としては、今、開花、今っていうのは3月かな ?3 月の前半ぐらいに、えー、開花する雰囲気のある、えー、オナンタです。で、その次、こちら。オナンタの中でもさ、めっちゃでかくなるやつがあって、これ。 カーリージャイアント。カーリージャイアントっていうのは、僕ね、最大このぐらいまでやったことあるんですよ。だから、めちゃめちゃでかくなる。ただこれはね、条件だよ。本当に肥料だとかさ、あの、いろんな条件があるから、その条件下でやらなきゃいけない。そういったものだと思う。はい。次、こちら。イオナンタ・ロン。さっきのさ、ルブラのなんか肉厚な感じするよね。なんかちょっと肉厚だなって感じするでしょ。イオナンタ・ロン。 こんなのもあったりする。で、この続きましてこちら。<laughs> どんだけあんだって思うでしょ。だってさ、イオナンタめちゃめちゃあんだもん。イ、は、オ、い、ナンタ。これね、アルビノだったり、アルバって呼ばれてることがあるあ。要は黄色く、全体が黄色くなって白いお花が咲いてくるタイプのものですね。はい、で、イ、え、オ、ー、ナンタ、マキシマ。マキシマ。 とにかくでかくなるよねっていうタイプのものもあります。このでかい、でかいよね。さっきのさ、これもね、おっきいんだけど、あの、アルビノアルバって言われてるもおっきいんだけど、全然違うよね。でかいよね。こんな感じになるのもある。で、続きまして、これが、まだちょっとごめんね、咲いてないけど、イオナンタ・ドゥルイド。黄糖色になって、白花が咲くのが、イオナンタ・ドゥルイドです。はい。ついてこれてる <laughs> ざっ <laughs> と説明してるよ。もう、知らない人からすると、呪文にしか聞こえないよね。うわーっつって、お前何を言い出したんだと思って、どんだけあんだみたいな感じになる。はい。続きまして、まだ出てくんの。<laughs> はい。これが、え、イオナンんレれ、えー、 イオナンタ、レッドジャイアント。フェーゴからの変異って言われてて、通常フェーゴってこのぐらいなんだよね。可愛らしいんだけど、めちゃめちゃでかいでしょ。フェーゴ、レッドジャイアント。でかいよね。わー。 いや、あのね、実はね、この、これのね、レッドジャイアントっていうのは、あのー、スピーシーズナンセリーの藤川さんから分けてもらったやつなんだけど、本当にね、ずっと、あの、僕何世代も確認してるんですけど、やっぱりでかいんですよ。で、あのー、こうやってたくさん育ててると、でかいやつ出てきます。でも、僕ね、もう、あの、出すぎるんで、あの、確認してません。で、そうやって、ちゃんと何世代も確認されたやつが、あの、やっぱり品種として登録されてる、されるべきだと僕は持論としてあるので、何世代も登録、あ、僕はね、あの 世あの、基本、三世代の、その、遺伝性が確認できてるものが、やっぱり名前を付けてるっていうルールを僕は持ってて、だから、これ独自ルールです。あの、勝手にそういう風につけちゃってる人たち、いろいろいるんで、別にどれが正しいかじゃなくて、僕は独自ルールとして、やっぱり、あの、こういうのって残るものじゃん。だから、あの、しっかりとした名前を付けていたいよなと思って、三世代の同じもの。これはね、すべての品種に言えます。すべて三回繰り返して、挿し切りをしたりだとか、株分けしたりだとか、 株を取ったりだとかってていうのを繰り返してますだからこいつはねすごい安定感があるもし見つけたら是非やってみてフェーゴとかってね見比べるとこんなにでかいのって思うよで開花時期も本当に同じだからね面白いですはい続きましてこれね これね、よーく見て、よーく見て、不入りなんだよね、これ。アルボマルギナータって言われてる不入りで。結構昔からあるタイプで、白っぽいイオナンタだと思う。あの、通常のイオナンタとこうやって比べるとわかると思うけど、ほら、全然白っぽいよね。色全然違うよね。さっきのイオナンタ、イオナンタと比べても全然白っぽいし。よーく見ると、不が入ってるよね。テレビの人たち見えるかな見えるかなはい。不が入ってるのわかるかなで、これが、イオナンタ、アルボマルギナータ。で、たまに、ごくまに、ここから、 こんなのが出てくる。真っ白だよね。すごい白。イオナンタ、メディオピクタ。あの、これはね、あの、よーく見ると、縁のところにうっすらグリーンが見えるんだよね。あとは冬だからめちゃめちゃ成長が遅い。で、たまにこっから出るけど、はず、小さいうちに外しちゃうともう成長しない。 うん、僕もね、花咲かせようと今すっごい努力してんだけど、まだ咲かない。そのぐらい生育の遅いものです。はい。あの、一説にはね、10年咲かないとかって、うん、全然言われてる。まあだからこっちはかなりレアかもしれないけど、こんな不入りのイオ、えー、ナンタもあるんだよね。で、先ほど紹介したさ、イオナンタ、これフェーゴ。ね。フェーゴあるじゃん。やっぱりさ、変異って出るんだよね。じゃん。 フェーゴイエローって言われてるやつだよね。キバーナ。あの、フェーゴンと同じ時期に黄色くなる。すごいよね。ね。イオなんタもうどんだけって思わない。すごいな、この変異。ね。面白いよね。<laughs> はい。ここから、さらに珍しい方向に行きます。<laughs> もう、紹介するなっていうレベルかもしれないけど。 いいじゃんあの夢あるでしょイオナンタちょっと始めたくなったなんて思ったでしょね。はい。えー、こちら。えー、これがですね。えー、イオナンタの石化大化とも言われてる。えー、これがイオナンタの、えー、モンステローズ。モンステローズ。 ね。要は、あのー、モンスト、モンストって言われてるタイプ。イオなんタって、成長点が異常して、異常になって、こう、帯状に成長点がなって、もう、成長点がうわーってたくさんあるような状態。見て。わさわさしてるよね。わさわさしてる。で、これも、いろんな系統がある。いろんな系統があって、ちょこちょこって不入りになりあの、あの、石化するやつだったり、帯化するやつだったり、体化って言われてるんだけど、あの、そういうやつだったり、あのー、 肥料をしっかりもらえてないと、これバーンってならなかったり、で、ずっともう、ぐじぐじぐじってなってるやつだったり、いろんなタイプがあるんで、ね、あの、これもね、かなり会アだと思うけど、あの、まあ、ぜひもしあったらね、あ、いや、ヨランタの沼にはまりましたつってだったら、あの、ぜひ探してみてください。はい。で、えー、これはね、あのー、ごめんなさい、これも、ここからは、ちょっと、すいません、お前の話じゃねえのって思われるかもしれないですけど、 いいよね。三世代ちゃんと確認、三世代以上ちゃんと確認してるし、ここからは一応僕がリリースしてるもんだ。お前商売権、最近ありすぎなんちゃうんかって言われるかもしれないけど、まあ、そこは置いといて、こんなのがある、これはね、 賛否あるんだけど、僕も初めて、なぜハワイに僕が行き出したかも、あの、もう行き出してどうだろう、もう七八年になるんだけど、もう最近はね、ちょっとコロナで行ってないんだけど、あの、その時に一番初めに見つけた、あの、イオナンタでも度肝を抜かされたイオなんだこれはね、今全然まだマックスじゃないんだけど、バンこれ。 オルウェイズレッド。要はね、何かっていうと、現地から写真を送られてきた。真っ赤なイオナンタが送られてきた。なんだこれは咲いだろうって言っていや違うっつって。言いや違うっつって。ある、この、この生産者が作るイオナンタだけなぜか赤いんだっつって。で、マジかっつって、僕もう、もう、いても立ってもいられなくて、すぐハワイ行って、で、見せてもらったら本当に赤かったの。で、うわ、すごいっつって、買わさせてくださいっつって、ブワー買って、で、あの、ちょっとは残しておいて、わかりました っての残してあのもう赤い答えを全部買ってきてで持ってきて「もうやったやった!」つって「赤い!」っつってなったらだんだん日本で置いといたらどん,どん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 緑になってくんだよね。<laughs> <laughs> だからあのハワイでは AlwaysRed だったで,で今ね光のその日の条件とかってまだわからないんだわからないんだけどでもとにかく赤あの日を強くしてると赤くなるっていうのは分かってるだからあとは肥料条件だったりいろんな条件があ,のこうあると思うんだけどまだね完璧な赤はできてないけどとにかく日を強くすればなんとなく赤くなるっていう AlwaysRed ですはい。 続きまして。ちょっとね、今色出てないけど、これもあの、あれなんですけど、これ。はい、じゃん、こちら。えー、イオナンタ、えー、ソル。 え何かっていうとイオナンタルブラから僕がえこう見つけてって最初でこれを見つけた時にあの要はね黄桃色になって紫色のさ花が濃い紫の花が咲くっていうの,のであのこれはねインスタグラム上でなんか名前募集してあこれでソルですっていうふうに名前が決まったやつなんだけどこれはね小型のイオナンタでどちらかといったらメキシコから見つかったんじゃないかなとかイオナンタピーチと同じなんじゃないのって思われるかもしれないですけど僕これ見つけたのイオナンタルブラからです。ルブラから見つけて で,で、ルーラが最初見つけたときに、んおかしいなと思ったんですよ。まあ、こんだけたくさんあるんで、まあ、ずっと見てると、おかしいなみたいなのが見つかるんですよ。で、見つかるんで,で、それで、そいつだけね、まあ、まず増やそうと思って、ガーって増やしてたんですよ。要は、花を咲かせずに、まあ、株分け株分けをしてって、増やしてって、で、それを、えっ、ー、と、一斉に開花させよう。そうすればわかるじゃん、つって言って、一斉に開花したときに、黄桃色で紫の花がバーン咲いたんですよ。 データと思って <laughs>。で、それをずっとずっと増やして、でも、ピーチとじょ、僕はちょっと違うなと思ってるんで、オナンタ・ピーチって言われてるやつと違うなと思ってるんで、僕はこれを、あの、自分の、あのまあ、ただね、国際そのブロメリア協会に登録はしてなくて、えー、3世代を確認して、自分で、えー、っと、えー、名前をつけてるっていうものです。はい。なんで、あの、えー、っとブロメリアの場合は、国際ブロメリア協会っていうのがあって、えーっと、インターナショナルブロメリアソサイティっていうのがあって、そこのカルチベートレジスターっていうのがあるんだけど、 そこに登録するとあの名前が一応世界的にあのあれですよっていうなな流れがあるんですよでただそれはその国同士国がやっている例えばそのえっ、ー、と種苗登録っていうのとはまたかけ離れてるものなんでまあ、そこの話はねまた別としていきましょうかはい、えー、続きまして、えー、こちらこれね3世代もうできたからあの一応今後リリースしていく予定だけどはいこちら「えー、ら旋イオなんだ。わかるかなえっ、ー、とね 螺旋状になってるよなんだ。螺旋状になってるよなんだ。あの、す、う、生育して、最初ね、見た感じ、よなんだオなんだなの。これもね、よなんだオなんだをずっと見てたら、なんかお菓子屋さんな、お前って。 え、僕、そんなおかしいっすかつって。いや、お前なんかちょっと生育おかしくないつって。分かった。じゃあ、俺ちょっとお前なんか、あ、そうっすかつって。お、そんなおかしいっすか俺。つって。いや、なんか、ただ螺旋に回ってるだけなんですけど。いや、お前みたいなさ、たまにあるからさ、3世代なんて無理だよ、無理だよって思ってたら、いや、俺意外といけるっすよ、みたいな感じで3世代ちゃんと確認できた。ははは。 <laughs> ちゃんと確認できました。はい。あの、なので、三世代から、まあ、まだ名前決まってないんだけど、螺旋状に、ぐる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 螺旋状に行く、あのー、生育するイオなんタかな、螺旋イオなんだってやつはい。で、続きまして、こちら。こちら。じゃん。これがね、イオナンタルブラから、まだあるときね、こう目見てたら、花が咲くときでよくわかるじゃん。花が咲くときに、こうやってね、水やりながらとか見てるのすごい好きで、あー、なんかないかなと思って、こうやって見てるんですよ。で、そじゃん ちょっと黄色くねお前つって。お前ちょっと黄色くねえと思って、あのね、花が咲く前って、 あの、体内の色を変えようとするんですよ。その時に、イオナンタルブラよりも明らかに黄色いやつがいて、お前体調悪いのかと思ってすぐそいつを持ってきて、まあ、あの観察場所に置くんですよ。で、そして咲いたら黄色で白花が咲いて、よしっつって、で、そこから何世代、これね、もう何世代ももう確認してるんで、これね、で、えっ、ー、と、名前つけたのが、えっ、ー、と、スピーチーザー、ね、の藤川さんで、あの、藤川さんこれ、うちから出たあれなんですけど、な、な、じゃあなんかかっこいい名前つけようぜ、つって、あ っつて何がいいですかっつったら、イエローマジック。じゃあそれでっ,つって <laughs> で名前がついたのがイエローマジックです。はい。で、続きまして、はい。えー、うちで見つかったシリーズね。あの、こう見ていただいたらわかるけど、あの、今はそこにもね、もう見つかってんだけど、あの <laughs>、 イオナンタフェイゴって僕好きなんでたくさん作ってるんですよ。で、イオナンタフェイゴたくさん作ってる中で、たまに、やっぱり今の言われたように黄色くなってる答えがあるんですよ。なんだお前っつって。でも、あのー、咲くときは赤色なんですよ。で、今が一番綺麗な子。こちら。えー、これまだノンリリースです。3世代は確認してるんですけど、ノンリリース。えー、つまのイオナンタフェイゴ。ははは。 ね、なんかわかるでしょつばべに、つまべにねつ、あの、あのね、つまべにアナナスっていうやつがネオレゲリアにあるんだよね。そんな感じでつまべにイオナンタ。<laughs> まあ、もう3世代は確認できてるし、あの、 いいなと思ってるんですけど、リリースするかどうかちょっとね、わかんない。これね、今ね、どこなんだったけど、そこら辺にもまだあったんだよね。はい。あのー、つまべに用なんだ。まあ、あのー、そこら辺にあるやつはまだ確認できてないので、あの、それを出すっていうことはしないんですけど、基本的には、これあの、避けたやつを、えぇ、ー、選抜。あ、ここにあった、ここにあった、ここにあった。ほら。ほら、つまべにでしょ。<laughs> いや、そ、こんな感じでね、すぐ見つかるんですよ。はい。えー、続きまして。えー、これはね、あんまり遺伝性は一応確認されてます。だけど、僕はそんなに魅力的だとは思ってないので、あまりあの放置してるんですが、はい、こちら。えー、わかるかなトリコーム欠損個体だね。イオナンタ、イオナンタのトリコーム欠損。要はさ、トリコームって言われてるリンペン、白い毛みたいなところだよね。これってトリコームってさ、これ立ってるんですよ。 本来こうやって立てて、水がかかるとペターって言って、あ、水をどうぞあちらへってって、あちらへあちらへっつって、こうやって。ってやってる機能だったり、あとはその、えっと、光から守るって言われる、強い光から守るって言われてたりするんだけど、あの、こうやって、ペターっとなるんですよ。動くんですよ。なんか、あの、で、水、あ、こちらへ、あ、こちらへどうぞ、こちらへどうぞってやってる <laughs>。 でそれが欠損してしまった。まああのね、通常自然界だったらほぼほぼない答えなんですけど、こうやってたくさん育ててると、やっぱりこういうのは出てきます。はい。えー、<laughs> まだあるの <laughs> いや、あるの <laughs> はい。えー、続きまして、これはね、えっ、ー、と、イオなんた、僕はね、あのー、ハワイに何で行ってるかって言うと、やっぱりブリーダーが多いんですよ。個人のブリーダーの方がすごく多くて、で、すごく尊敬している方が、あの、RNC、ラルフ氏なんだけど、僕、その人の、えー、後輩で、あのー、これがすごい好きだなって思ってる後輩がこちら。じゃん。 これね、ドゥルイドを掛け合わしてって、なぜかオレンジ色になる。あの、今ピンク色っぽいけど、これ条件によってはかなりオレンジ色になります。向こうでも、現地で見てもドゥルイドと明らかに違う色。あのね、要はドゥルイドって色素がちょっと抜けてるんだよね。で、その抜け具合がどうかっていうので、ね、これで、えー、っと、ドゥルイドのオレンジって言われてるタイプで、これもね、3世代確認してるんで、日本だとピンクっぽくなるし、あとはその光を強めたらかなりオレンジになります。ドゥルイドとは全く違う。 答えー、まだ名前決めてないです。はい、えー。ダルフ氏から来たやつかな。これが。はい。こんなのもあります。<laughs> まだまだ先があるよね。で、はいこちらこれねイオナントフェーゴささっきさこう黄色があったよねっつってじゃあさここから本当にこっちに行ったのかってさ気になるじゃん。気になるよね。俺も気になったの。やってたの。そしたらねついに出たの。 こちら。これもね、一応3世代目がようやくできたんで、一応お見せしますけど、まだ、あの、数がない。だから全然リリースできないけど、あの、こんなのもあるんだと思ってみてください。はい、こちら。えー、バン。イオナンタ・フェーゴ・ストライプ。はい。で、これは何がすごいかっていうと、このフェーゴ・ストライプが出て、で、このフェーゴ・ストライプのこっちの子株から、要は、 これが出たんですよ。<laughs> だから再現ができたんです。あの、僕はその自然界で何が起こってるかっていうのを知りたくて、で大量に作る圧倒的な量を作ることによって、新しいものが出るんじゃないかって思ってる人間なんで、こうやって圧倒的な量を作るんですよ。で、その時に出たフェーゴストライプからの、えー、これ、あの、だから僕オリジナルのこっちもある。だから、あの基本的にはね、クローンが違えば名前が変わるんですよ。で、クローンって何かっていうと同じ個体だよね。で、 その個体同士に名前が付いていくんです個体し。個体識別番号みたいな感じなんです。だから、ヨナンタ、フェーゴイエローと僕が持ってる、あの、新しいニューイエローは、個体が違うんですよ。同じフェーゴから出たとしても、個体が違うので、はい。なので、違うものっていうふうに僕は認識をします。はい。で、もうあと二つ。もう疲れたでしょ。どんだけ出てくるんだっつって。どんだけ新しいのが出てくるんだっ,って思うかもしれない。もういいよ。もう、こんこん今日見せちゃう、まあ。まだ見せないやつもあるよ。まだ見せないやつもあるけど、今日見せちゃうのが、はい、こちら。 イオナンタフェイゴね。さっきのフェイゴ。ね。ストライプが出ました。もうそこで終わりでしょうって思うかもしれない。いや、まだあるんです。はい。えー、フェイゴのせっかです。<laughs> ようやくこれも増えた。<laughs> ようやく増えた。<laughs> よ,うえた <laughs> ようやく増えた。これはね、ほん 本当に出なかった。出なかった。すっごい時間かかって。一回ね、出たんだけど、なくなっちゃったんだよね。こういうのって、ね、あの、世代を変えるごとに、なくなる場合があるんですよ。で、なくなっちゃって、もう一回復活したんですよ。時間かかった。これね、2011年か2年の時に一回出てるんですよ。出てて、で、それを観察してたらね、やっぱりなくなっちゃって、ああ、なくなっちゃったと思って、もう一回やってたらまた出て、で、これようやく今、3世代目、3回割り、割りしてるんで。 一回一つが出て四つ割って、で、それをまた大きくしてまた割ってるんで、で、それでもね、あの、せっかく固定できてるんでよかったです。で、最後最後もうこれね、本当にね、皆さんに見てほしい。これね、右と左全然色違いし、これが変異の現れ。最後、こちら。え、イオナンタ、ここまで進みます。じゃん見えるかな見えるかなこっち、通常の赤い色素持ってるでしょ。こっち、真っ白でしょ。これね、 あるんで、これね、この個体はまだ3世代行ってないんだけど、別個体でも3世代以上行ってる。要は、あけぼのふ、真っ白あけぼのふの、イオナンタ、ルブラです <laughs>。 なので、イオナンタって、めちゃめちゃあるんですよ。そして、これからも多分、ワンワン出てくるんで、イオナンタだけ集めてても、終わらないって思うし、まだまだその、百均とかのイオナンタだって、ずっと眺めてると、あれこのイオナンタすごいんじゃないとか、そんなことがね、起こると思う。 なので、あの、僕は、その、エアプランツ、ね、あの、初心者の方に始めて欲しいのが、イオナンタ。でも、イオナンタを好きになれば、イオナンタの先は、 す,すごい、無限にあるんじゃないかって思えるぐらいあるし。で、よなんだねクランプにしたりだとか、クランプっていうのは多糖化するっていう意味で、あの、こうやってね、ごめん、ちょっと今汚いけど、こうやって、あのー、小株がすごいたくさんで吹いてる。こういう状態で、ね、クランプっていうんだけど、これになればなる,なるだけまた可愛いし。でもね、このクランプになると、結構、その、この、 クランプのここの枯れぶ、枯れた部分、ここに、あの、枯葉がさ、安手が食べたりするんだよね。だから虫が来やすかったり、あの、もしくは突然体調を崩しちゃうことがあるんですよ。要はここがすごく蒸れやすい。あの、こ,こ、このクランプっていうのは基本的には、 あの、集合体になってるんで、あの、おっさんたちが集まり合ってるみたいな、こ、こんな感じ。<laughs> 満員電車になって。そうすると、ここら辺でやっぱりさ、やっぱり、ムワンとするよね。だから、あの、ある程度経ったら、やっぱり崩してあげるっていうのが、僕は調子が良くなる、あの、手法だと思うんですよ。なので、そんな感じで、あの、イオナンタ。ちょっと喋りすぎて25分になっちゃった。ごめんね。はい。そんな感じで、えー、イオナンタ。ぜひ、楽しんでください。はい。<laughs> というわけで、一旦この辺で失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。